この春上京する君に一人暮らしのいい部屋教えちゃいます。ということでね、前半戦でちょっとやったんですけど、じゃあお前はどういうとこ住んでんだよって思った人いるかもしれないですね。僕が住んでる家の条件お見せしましょう。豊島区からね、豊島区ですね。はい、賃料はいないんでちょっとなしですね。で、間取りタイプはうちは 1LDK です。はい、建物種別はマンションですね。7分以内で駅まで歩けます。はい、占有面積うちは確か36平方メートルぐらいだと思うんで、35平方メートル以上で40平方メートル未満で設定します。同じの出てくんのかなこれね。で、築年数は新築なんで新築、まあ新築、まあもう半年経ってるから1年以内にしときましょうか。僕が住んでるところの方、まあこれはちょっとシークレットで、位置は僕が住んでる2階以上、キッチンはガスコンロですね。で、コンロは2個口以上ついてます。バス、トイレ別、温水洗浄便座付き、浴室乾燥機あり、追い炊き風呂あり、はい、テレビ通信、インターネット接続か、室内設備、室内洗濯機置き場あり、洗面所独立、フローリング、はい、エアコン付き、床暖房あり。ちなみに床暖房これです。床暖房はね、ちなみに高いんで、まあ、つけない方がいいですよ。床下収納なし、シューズボックスあり、トランクルームあり、ウォークインクローゼットあり、オートロック、管理人あり、テレビモニター付きイヤホン、駐車場あり、駐輪場あり、バイク置き場あり、エレベーターあり、宅配ボックスあり、敷地内ゴミ場あり、敷地内ゴミ置き場あり、バルコニー付き、ルーフバルコニーかな、多分ルーフバルコニーだと思うんですけど、デザイナーズ物件、分譲賃貸、タワーマンションで、ペット相談か、まあ、ペットはうちは完全 OK です。楽器ちょっとわかんない、ここら辺もちょっとルームシェアとかもちょっとわかんないですね。はい、こんな感じです。で、これでね、あと出てくるかって言われたらちょっとわかんないですね。はい、設定でこれ検索してみましょうか。はい、検索、なぞって探すにしちゃってるからな。なぞって探すじゃなくて、ちょっとエリアから探すでね、いつもやってるね。これやってみたんですけど、はい、結果から言うと0件です。僕の家の状態と全く同じところは、まあ、今のところないってことですね。東京23区でちょっと絞ってみたんですけど、はい、ということで、まあこれは、検索しても出てきません。一回ね、条件、こだわり条件とかね、これ全部条件クリアして、僕がね、今回まあ、紹介するということで、一つおすすめの物件を探します。はい、じゃあ賃貸はまあ、上限を8万円までにしましょうか。8万円以下、だいたい8万円ぐらいって言われてるんで、ね、平均、これは共益込みです。管理費とか込みですね。はい、で、ワンルーム 1K で探します。まあ、一人暮らしっていう体で探すんで、一戸建てじゃなくてアパートかマンションに住みますね。で、木造建築はちょっと嫌なんで、鉄筋系、鉄骨系、まあ、これ今回僕が住むとしたらっていう話ですよ。はい、徒歩はまあ、10分以内なら OK です。15分は長い。はい、2階以上、バス、トイレ別、これはね、ちょっと譲れないかなって。室内洗濯機置き場、はい、エアコン付き。もし自分が一人暮らし、この春一人暮らしするとしたら、一つだけ探します。この物件から今6530件ですね。敷地内ゴミ置き場、敷地内ゴミ置き場がね、あるとね、この何曜日に燃えるゴミ、まあ、何曜日にプラスチック、何曜日に素材ゴミとか、そういうの気にしなくていいんですよね。あ、築年数、そうだ、築年数を、まあ、15年以内、インターネット接続可能のとこにもチェックをつけますね。オートロックにチェック入れましょうか。よし、じゃあもうちょっと攻めていって、デザイナーズ物件にしましょう。はい、これで設定して検索します。できるだけ安いところで探しましょう。ちょっと待って、早々に決まったんだけど、もう結構早い段階で決まりました。はい、こちらです。お気に入りしました。ハーモニーレジデンス大森ウエスト。まあ、品川からちょっと行ったとこかな、大森ってことで。友達が近くに住んでる。基本情報、これが、賃料が、これが5万9000円。で、管理費が1万2000円。7万1000円ですね、これ。
8万円までっていう予算だから、7万1000円でこれ結構いいんだよ。まあちょっとね高めではあるんですけど、7万ならまだ払ってもいいでしょ。間取りは 1K の20平米で、でマンション鉄筋で築3年2013年、結構最近のところなんですよねこれ。いや写真がねこんな感じ、ちゃんと駐輪場もしっかり完備されてて結構ね綺麗なんだよね。ほらこのなんか写真とかかなり綺麗で、キッチンも綺麗でしょ。高級賃貸かよって思ったもん。で何が一番綺麗かと思ったかっていうとね、こう風呂なんだよ。こう風呂これ7万円でこのクオリティ出てくるの、風呂で。はい、ということで、まあ僕ならまあ今探し住むとするならここはまだいいんじゃないかなと思いました。この春上京する君へ一人暮らしいい部屋教えますということで後編でしたね。ぜひね皆さんもいい部屋見つけて一人暮らししてみてはいかがでしょうか。以上ひろちゃんねでした。バイバイ。その中でもね僕はスーモがいいと思うんですよね。スーモのね機能がねいろいろいいのがあるんで、それをねちょっと今日紹介していきたいと思います。まず開いた時に最初の画面